気ままにダラダラ、ショーチャンネル。あ、なんかひたひた言う。どこ？何ここ？え、こんなところあった？なんだここ？ん？そこなんか入れる？あ、なんだこれ？テラスみたいなところ？あ、鍵あった。寝室の鍵。古びた寝室の鍵。はいはいはい。1階の東側？1階の東側がどこだったか忘れたけど。あ、これウェストとかそういうことか。ああ、方角？ん？阿蘇？鬼？何？阿蘇鬼って何？怖いんだけど。新しい遊び？やめてくれ。怖いわ。ちゃんとチャットのところで文字出んだ。怖えよ、それ。まあ、とりあえず寝室行ってみるか。声近いんですけど、いないよね。え、でも音近えぞ。下か、入ってくれよ。ちら、いない。大丈夫。よし、行こう。多分こっちだと思うんやけど、いないよね。え、どっからこんなひたひた言ってんの？どこだ？全くわかんねえ。とりあえず行こう。え、寝室どこやったっけ？これ鍵持ってないとダメなのかな？2番。ここじゃない。寝室？ここか？あ、いた。ここだ。ここは？あ、ボックス1個。こっちとかもどうなんだろう。よいしょ。よし。よし。あ、本か。これが8月14。はいはいはい。8月14日、誰かがいる。ここは私一人しかいない。しかし誰かがいる。足音がひたひたと聞こえる。さっきの子が。うめき声が聞こえる。この声は懐かしさがあるけれど思い出したくない。はあ。というかこの文章は、まあ言うたら俺の前に来た子の話。俺は何のためにここに来てるんや。まあ遊ぶためやけど。お鍵。倉庫の鍵。1階の西側。はいはいはい。じゃあ今度また倉庫巡りか。倉庫。お、アボヨ鬼。もうなんかそのメッセージ性が怖いんだけど。やめて。何なのそのメッセージ性は。勘弁してください。ひたひた言ってるよ。どこだ？怖えって。上か？今上にいるな。一体真上。真上ってなんだ。驚きすぎて変になったわ。あ、でもそんな動きは早くないな。あ、よかった、よかった。とりあえず逃げれた、逃げれたは逃げれたな。よいしょ、こちらね。どこだ倉庫。やべえ、もう倉庫の場所忘れたよ。おい、やめてー、本当にやめてー。もうマジで勘弁して。もう、あった、ここだ。よし、これチェストがいっぱいあったところか。こん中に何かあんのかな。まあ、しらみつぶし。よし、あった、あったあった。談話室の鍵。古びた談話室の鍵。談話室って、え、2階か。2階の東側。はいはいはい。あ、お、喋った、お化けが喋った。あ、そう。まだ待って、まだ遊べない。いや、遊んでるけど、マイクラして遊んでるけど、今まだ遊べない。うわ。
SE もあるんかよ。地味に背筋凍るわ。あ、あった。7月29日釜もないね。よし、読もう。知事と母に縁を切られた。こんなことをやっていればいつかは、見限られていた。それが今日だっただけ。だがまだ儀式のことはバレていない。結果が出るその日まで。え、何の儀式よ。なんかよからぬことをしてるやな。先行くか。あー怖っ。勘弁してくださいほんまに。よし、これで2回。もうあの女の子の声はしなくなったな。一応確認。大丈夫ね。談話室は向こうだったかな。向こう階段上がってすぐのとこだった。一応ここも。あ、ここじゃないね。え、いる？怖えってマジで。おい、もうだからさ、悪意ある。その雷は悪意ある。本当に。やめてくれってもう。こっちかな？どこだ？あった！ここだ。おーし。もう血がえらいことになってるよ。わ。暖炉血だらけやん。猟奇的でもあったここ。あ、また本。こやつは8月18日文献とは違う。何あれは。人ではない、幽霊でもない、だけど知っている。遊ぶ、鬼ごっこ、何をすれば消えてくれる。これ絶対なんか実験もうやったろ。やっちゃったろ。でなんか読み出しちゃったろ。絶対そうだよこれ。あ、だんだん埋まってきたね。え、近くね、これ絶対壁の向こういんぞ。勘弁してくれ。応接室1階やね。はいはいはい。西側。あ、こっちかな。探してるよ。絶対探してるよ。大丈夫？いませんね、いませんね。よし、今のうち。あ、びっくりした、雲の巣かよ。やめて、もうちっちゃいことにもびっくりするわ。行こう。どこやったっけ。応接室ね。はいはい、応接間でっけえ言うたところね。え、なんかいた。あ、いる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 。待って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 、ちけえよ。あ、どこ行った。いなくなった。あ、いて、なに、待って待って、あ、マジか。あ、よかった、アイテムあるね。よかったよかった。よし、応接室ここ。よいしょ。あ、ここ寝室や。待って、近くまだいるんですけど。いますけど。入ってくる。あ、入ってきた。待って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 。え、ちょっと見えない見えない。今です。逃げよう。これで閉じ込めて。よし、もう大丈夫やろ。いる？ん？いない？ん？あ、いた。あ、いるいるいる。普通にいる普通にいる。たまに消えたりしてんの。いなくなった。なんなのあの子。いや、とりあえずまだ襲ってこないならいいや。よし、いや襲ってきたじゃねえかよ。もうなんなんだよお前、なんなんだよ。いる、わかんねえ。いった、いるやん。ちょ待って、持てねえ。あ
分かった、そこにとどまってんのは分かったわ。でもちょっと向こうから回ろう。もうやだ。あれここやった？あ、ここか、オフィス。ここやったんや。じゃあ懐中電灯どこ行った？おい俺の懐中電灯向こう。あっかな、ちょっと俺懐中電灯ないとこの先やれる気しないんだけど。おい懐中電灯どこよ。ちょっとちょっとなくなったんですけど、懐中電灯なくなったんですけど。嘘でしょ、ない状態でやれってか。それは勘弁してほしいんだけど。うわマジでねえよ。あった、よかった積みかけたって。あーよかったよかった。多分びっくりした時に落としちゃったんやろな。焦るわもうマジで。よいしょ、 OK。 さあここは R、 これか。本だね。中身は7月20日昔実家である文献を見た。死人の儀式、遺体を素体にして死人の魂を遺体に留めるらしい。夫の体は見つからなかった。しかしこのあの子だけは一回出せることができるかもしれない。あの子、ほう。さあ一体誰のことなんでしょう。ていうか死んでるの、あの子ってことは。旦那さんも。ちょっとまだ伏線が隠れてるね。起きた。書斎の鍵、はいはいはい。鍵も集まったね。だいぶ来たよ。お、何？見つけるよ。いやもう何回も見つけられてるけど俺。腐るほど見つけられてるよ。気ままにダラダラ、ショーチャンネル。